え、以前テレビ番組で結婚相手に求める条件という質問に悪口を言わない人と答えているのを見ました。それを見て以来、私は <laughs> なるべく悪口を言わないように気をつけているのですが、ありがとうございます。いいと思います。えー、日々の生活の中で腹の立つことがあるとどうしても口に出してしまいそうになります。そこで質問なのですが、どういう方向に気持ちを持っていけば悪口を言わない人になれますかなあ難しいですよね。えー、っと、まあ、もちろん僕も普段、 まあ、いろんなことがあって、イラッとすることももちろんありますし、えー、悪口を言いたくなるときももちろんありますが、えーとですね、なんだろうなあの、まあ悪口っていうのはその、当人に、まあ例えば何か嫌なことがあって、当人にその場で、それはおかしいと思うっていうのはもちろん悪口じゃないじゃないですか。だかそれはもちろん除外して、なんかそういうふうに言うのはもちろんいいと、いいんじゃないですかね。 えー、なんかその人がいないところでこう、陰口っぽく言うのはやっぱり、えー、悪口だなと思うので、なるべく言いたくない。ただ、その、明らかにその人がおかしくて、これ誰かに言ってよみたいなのあるじゃないですか。こう、聞いてよ、みたいな。でも、やっぱりそういうのって、まあ、その、なんていうの、悪口って盛り上がる時もあるけど、やっぱり相手に、その、なんて、しこりが残るっていうか、その人、 まで、その人を嫌いにさせちゃうわけじゃないですか。かそれってやっぱりこう、不、不の、なんかこう、プレゼント、不の要素のプレゼントって感じがするので、なんかやっぱ良くないなと思うので、あの、思っててもいいけど言わないっていうのはすごい大事だと思います。 もう思っ、なんか思ってて言いたいんだけど、でも言わないっていうだけで全然違うと思います。だから全然思うなってことじゃない,ないんですよね。そういう気持ちってどうしても出てきちゃうし。だから全然いい,いいんじゃないですかね。もうだからなんか言わないようにし,してますっていうふうに言っていただけるだけでもうなんか素敵だなってそう思うし。僕だってやっぱ言いたくなる時もあるし、でも気をつけたいなとは思うので、それだけでいいんじゃないでしょうか。